はいどうも。久々に甲子園累計取るのすら危ういミストです。はい、本日はですねこちらの、待ってくださいね、だいぶ下の方にあるんですけども、これですね、25周年パワープロ部員ガチャ券金とね青を30枚ずつ集めましたので、こちらを引いていけたらいいかなと思っております。まあもう皆さん引かれてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ここから登場するイベキャラがかなりね優秀なキャラが多いというところでね、そちらを狙っていけたらいいかなと思っております。まあ金と青何が違うのかと言いますと、まあこのもらえるアイテムだけなんですけど、違いというところで言うとね、でキャラで言うとやっぱりね、ここでやっぱ突出して輝いてるのは鏡ですかね。鏡欲しいと思いますし、一ノ瀬もね SR ミキサーして母体がいないので欲しいと思ってますし、あとはエミリですね。新街道が流行ってる中で今エミリの需要もねあると思うんで、このエミリも欲しいなと思ってます。あとはこの江の下とかは珍しいキャラですし、マルチドロイドだったりね、うん、あと普通にこっから虹谷が出るっていうのもね半端ないですよね。うん、まだ始めたばっかの方で持ってないという方たくさんいらっしゃると思うんで、ここで虹谷をゲットできたらかなりのね、うまうまと言いますか、サクセスでもね大活躍できると思うんで、はい。まあ、あとまあシドレミとかはエプレミの解放で使えますよね。激闘友沢亮もね、かなり強キャラとなってますので、そういったキャラたちをね狙っていけたらいいかなと思ってます。金がハゲ像とかに関しが出て、青がちょっと渋いスタジアムで使える系のアイテムが出るって感じですね。はい。で、まだこれ、ちょっとこの、来たれパワープロ部員の無料ガチャ引いてないんで、これもね、引いていきたいと思います。こっちから行こうか。Go。これ何が出るんだろう？ちょっと待って、俺確認しなかった、それ。なんか有能出てくれれば。これ PSR 出ることもあるのかな？よっしゃっす。あー、50やねん。というわけで、きらめきにね、するか、まあ、ミキサーにするかは、後で考えたいと思います。という中で、まあ、青から行こうか。行きたいと思います。まあ、鏡が出たら勝ちと思っていいかなと思ってます。行こう。まだ鏡、プラニだしね。うん。鏡は欲しい。あれ？これも SR0。いやー、まあ、青はこんなもんなのか？青は出づらいのかな？あ、いいね、エミリの PR。これはでかい。青は。まあ、こことここは当たりかな？行こう。SR 欲しいっすね、1枚は。あれ？青ってこんなもんなの？青ってこんなもんなんすか？ちょっと渋ない。さあ、さっきみたいに、おお、あれあれれ、あれれさっき PR が2枚出たの結構運が良かった方なのかな。はい、最後の30枚目いきたいと思います。ちょっと渋いな。最後は出そう、最後は出そう。あれちょっとな、残念だな。まあ、PR は確定なんで、さっきのエミリーみたいな引きをね、お願いしたいですね。さあ、R じゃない !PR で！あーもう1の SR 欲しいねん。やべえな、あっけなく、青終わったな。まあ、金はね、たくさん出てくれるでしょう。というわけで、行きましょうか。Go！ 5枚くらい出そうぜ。よしよしよし。まあ、金は出るよね、さすがにね。伊達に金じゃないよね。2枚いいよ。さあ、銀毛、銀毛、あ、金毛道の可能性もあるのか。ちょっとそれはやめて、マジで。本当にそれだけはやめて。お願いだから。さあ、相良と、なんだよ、それ。それを鏡でやってくれよ。まあ、復活前イベ彼女って考えたら、まあ悪くないんですけどね。って感じですね。はい。まあ、割と、外れキャラでもなかったのかな。行きましょう。頼む、鏡。鏡餅。お願いします。円卓強化でも使えるからね。いいね、4枚。さあ、しどれみ、金毛、
虹谷、あ、いい引きしてるね。さあ最後はどちら。あー、キバいいね。この引きはかなり良かったんじゃないかな。エプレミの解放、降臨の解放、修羅の解放、かなりいい結果ですね。さあ行こう最後。ただ鏡が出てないんですよ。鏡欲しいです。対戦よろしくお願いいたします。よしよしよし、7枚くらい出そう。7枚くらい、ほい3枚。鏡さん、あ、まあシドレミはいいんだけどね。さあ小平いいね。そしておー一ノ瀬来た。オッケー、まあ割と満足したかもしれないな。オッケー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 。というわけで一ノ瀬とかいろいろ解放していきたいと思います。実はね PR 持っといたんですよね、一ノ瀬も。そんなもんだよね。よしよし、 PSR の解放もこれ進んでほしいね。せっかくおまけでもらえたものですから、これでさらに解放までしちゃったらうまうまというもんですよ。どうすっかな、まあ、とりあえずこれが通ってくれたらちょっとでかいな。通らない、どうしよう。 PR プラス3作るか直でいくか。この枚数だったら直でいいと思うんだよな。一ノ瀬だし。そんなに。あ、40で固有つくんか。なるほど。しかも、あ、これ結構解放が大事なテーブルですね。なるほどね。まあ、限定キャラだから手に入らないんだよね。こういう時にしか。まあ、男らしくぶち込むか。どこおる？一ノ瀬、一ノ瀬いた。まあ、こいつにハゲゾなんてね、使いたくないしね。おっしゃ、最大プラ5、行きましょう。一ノ瀬、トーヤ。苗字がさ、一ノ瀬とかだったら超かっこいいよね。いやー、せめてプラ3までは行こうぜという中で、はい。まあいいよ、ここで解放は、そんなに進化を発揮しないでいいよ。大事なのはこっからです。エミリー、よし、上がらなかったらそのままぶち込みますよ。ロックしてなかったね。さあ1でも進んでいこうぜ。あらら、まあしょうがない。次はこっからも PSR の解放になっていくか。いっちゃん大事な、ここを進めて、進まず、もう宿敵エプレミとのね、バトルが待ってるからな。そうですね。OK、行こうか。氷虹谷から行こう。はい。通るんかーい。お前が通るんかい。まあまあありがたいことですよ。PSR がね、解放してくれるだけありがたいことですよ。で、小平。これは言ってほしいね。50に近づく。この小平50でね、基礎ボーナス精神がポンと付与されるんで、これはかなりのね、強キャラに一気に化けます。行こう！ 30% を超えろ！あー、ダメか。あとエプレミーだけかな。宿敵との戦いに臨むか。そうだよね。プレミ、オッケー。もうね、お前に関して多分ね、SR 多分15枚くらいスルーされてるんで、本当に頼むわ。ここらでも神解放してプラ3とか言ってもおかしくないくらい飲まれてます。我々。てか私、このエプロンに。先生、できました！来い！おー、ようやくいった！そしてもう一個！あー。やっと1通ったから、まあ、よしとするか。円卓強化も来るかもしれないからね。うん。よしよし。いやー、多分ね、本当に、
十何枚ぶりに通りましたね。はい。いや、よかったね。降臨にジタニと、エプレミの PSR 解放が進んだということで、まあまあまあ、非常にね、美味しいキャンペーンだったかなと思っております。でさっき引いた無料の SR ガチャもね、女性バージョンが今後来るというところで、まあ、そちらもね、楽しみにしていきたいと思います。そっちはやっぱりね、彼女キャラもいますし、有能キャラも多いと思いますんでね。はい。そこでもまたエプレミ出てくれれば解放進むし、うん。っていう感じで、まあ、やってよかったなっていうキャンペーンでございました。皆さんのね、ガチャ結果とかもコメント欄で書いていただけると嬉しいです。まあ、鏡出た人はね、大当たりだと思ってくれて、差し支えないかなと思っております。という感じで、今回の動画終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい。では、失礼します。See you!